はい、はい、獣対策めちゃくちゃやってます、はい、エミューを食べに何者かが来ています。人間かもしれません。エミューを食べにっていうか エミューの餌を狙ってるみたい。人が違う、人だったらすごく怖い。おはよう。おはよう。君はどっちだ。はい、イジちゃんですね。こんなに人近くに慣れたのかいって。なんか暑いからね、こっちにいるのか。なんか昨日のインスタ、インスタ、うん、載せてなかった。あ、そうそう、あの涼んでたの、あそこで。いいね、可愛かった。タプちゃんもおいでよ、暑いでしょ。あっちの方がタプタプしてるからもっと暑いはずね。あ、暑い、地獄だ。ここ風があんまり通らんな。どどどどどど。さて、昨日の夕方はあなた方の親玉がゴロゴロいてましたけど。親玉ね、この子たちは雷の子分かなんかなのか。君たちが呼んだんでしょ。みじちゃんが泣いた。え、泣いた今のキューってやつ。うん、うん、あれ、これ雨吹き込んだ。食べてんの。いや、食べてない、匂いを嗅いだだけです。今食ったように見えた。昨日のその横殴りの雨がすごかったんだよね。うん、雨入っちゃったかな。腐っちゃう。うん、振り替えようかな。こっちは全然綺麗、ありがとう。うん、明日はでもまた洗わないと。ここの雑草をどうにかしないとね。マジで。うーん、ここ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 よいしょ、ここここ。本当に鳴り始めの雷みたいね。うん、お前ら本当は雷鳥だろ。雷鳥、雷鳥ってあの白いやつでしょ。あ、そうで、夏は茶色になる。なんであいつは雷なんだろう。雷が落ちる山にいるから。なんだっけ、なんか標高高いとこにいる。そうそう、そうだね。雷と共に降りてくるからね。降りてガシャーンって雷が落ちたとこにいるとか。雷が鳴るときによく見るとか、そういうことなんかな。不思議な習性ですけど。雷で焼いた焼かれた木の実しか食いませんとかね。すごい、そんなグルメな鳥飼うのが困難すぎない。うん、ライチョウね、野生で見てみたいですね。今の時期だと茶色いのか。うん、クロベとか、あそこクロベダム。あ、クロベダムね。そうそうそう、はライチョウがいるらしい。ライチョウはアルペンルート。でもライチョウって弱いらしいよ。うん、なんかみんなに食べられちゃう。そうそうそう。あら、お外に行ってしまった。落ちこい。おい、こないだ手から小松菜食べてくれた仲じゃねえか。あれは嘘だったのか。まったく。あ、そうだ、エミューちゃんこんなに水飲まないだろうってことで、うん、洗いやすい丸いバケツにしようってなったんだって。あれ、あんな感じ。なるほど。そうだから今日は出さずにキメリで買ってこようかな。はい、でお昼に新鮮なお水を足しておきます。はい、だってよ、洗うの大変だからね。うん、だって。はい、ということで短い動画でしたが、エミューの世話でした。どうもダメでした。バイバイ。